いつもご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。家庭というのは私サシーと和江です。今日からフランス・パリの話をしたいと思います。まだまだ私編集時間を満足に取れない状況でして、最低限の編集で、リリースしております。話のテンポやペースが遅くなりますので、恐れ入りますがラジオ感覚の視聴でよろしくお願いいたします。フランス・パリのお話っていうことで、まずなんでいきなり家庭というのにフランス・パリの話やっていう部分もあったりするんですが、私どもこれまでにこういう仕事プライベート含め何回かこう現地に行かせていただいてます。今ちょうど2020年なので3年かな、約3年になるんですけど、やっぱ何回も何回も行ってるので、全部を一つのやっぱ5分10分でまとめるっていうのは不可能で、でやっぱ順を持って長くね、こういうコロナの時世ご時世だし、あんまり激しく遊ぶこともできないと思うので、ラジオ感覚で長く、ね、スルメのように楽しんでもらえるようなまあそういうパリシリーズということでお話をこれからしていきたいと思うんですけれども、まず私たちにとって初めての回だった2017年3月ですね、今からちょうども約3年ちょっとですね前なんですけれども、ハネムーンで行きました。夫婦のハネムーンで行きまして、そのハネムーンの回からの事後談として、これからざっくばらんに話していきたいと思います。私たちも含めですね、やっぱコロナ禍ですごい窮屈な思いをしている人も多いはずですので、私自身もそうなんですけど、もうちょっとはその息が抜けるような現実離れした話題もいいかなって思いまして、で特に私たちこういう家庭というですね、絵の活動をしているとどうしてもなんか不思議と、どうなのかな、やっぱ女性のファンがやっぱ増え、やっぱ文化的なことで絵のことって女性のファンが増えがちなんですけど、女性の方多くて、で、絵が好きな方で女性の方が多いとかなると、やっぱ自然とそのヨーロッパのことが好きとか関心があるっていう方がすごい増えるんだなっていうのはありまして、あります。で実際その2017年から初めてこういう何回かにかけて渡航したり活動したりしてるんですけれども、実際このコロナ禍になるまで私たちすごい忙しかったのもあって、これ実際ここ3年間でいろいろなね、なんか他の方では絶対、ほぼできないような貴重な体験っていうのをかなりさせていただいてるんですけれども、その割にはですね、こういう世の中の皆様に向けてのこういうレポート、こういうお届けっていうのがこれ思ったよりできてないっていうのがね、もうずっと放置してあったっていうこともあって、だからこそ今回からちょっとこういうタイミングですし、こういう遠くに思いを馳せてもらう、息を抜いてもらう、自分たちも初心を忘れないようにしたりとか、そういう気持ちも込めてこのフランス・パリのトークしていきたいと思いました。はい。まず最初の節っていうことで、結婚、我々結婚してから、ハネムーン行くまでの経緯、実際に行くまでのまず前段階の話をいろいろ話を膨らませようかなと思ってるんですけど、実際私たち結婚したのが、2015年、籍入れたのは2015年の1月1日です。で実際にハネムーン行ったのが2017年です。2年後だね。2年ちょっと間がありました。これあれだね、カップルになってもアウトだよねと思って、もう結婚と同時になんかもうその調整行くぞっていう感じな人は多くね。あ、普通そうだよね。普通そうだと思うんですけど、2015年本当に忙しくてですね、本当に忙しいで済ましていかんのですけど、慌ただしかくて、ちょっと落ち着くまで無理だよねとか、いざハネムーン行こうって決めても、どこ行くよ、ちょっと今から私個人的なこと言うと、私あんまりその旅が大好きかとか、このよその土地がどうこうっていうのは、かな、もういろんなその段階でいろんな人に知られてるっていうのがあると思うので、
なんかなかなか難しいんですけど、僕やっぱもともとやっぱり引きこもりなんですよね。あんまり興味がないかったって、興味薄い、ないことはないですけど、やっぱり薄い、そういうところにやっぱり気持ちが薄い人間で、それまでもうずっと絵描きになるって出てくるっていうのの本当に一点張りで割とやってるようなのが長いので、そこに関しての執着ってすごい強いんですけど、絵描きだからといってパリでなんか活躍してる日本人だぜとか、そういうなんかどこどこで活動してるとか、なんか その手の名誉って全然興味がなくて、行きたいところも、あんまり思いつかんし、どこが私たちのハネムーンとしていいのかなっていうところからが僕のスタートだったんですよ。風さんどうですかね、そのあたりっていうの。そうですね、私はもともとヨーロッパに結構憧れが、めちゃくちゃコアなファンってわけじゃないけど、割と西洋文化好きなので、それまでは行ったことがなかったので、その中でもそうですね、そのアートの本場のフランスっていうところに、絵描きとしても行ってみたいっていう気持ちもありましたし、やっぱり街並みもすごく綺麗っていうのを聞いてたので、せっかくヨーロッパに行くならもうぜひじゃあアートの本場のフランスに行ってみたいっていう気持ちでしたね。でも僕がね、僕もぼんやりの記憶、もう3年前の話なので、3年以上前の話なので もう5年ぐらい前の話か、計画からすると5年ぐらい経つんですけど、それぐらい前の話なのであんまり記憶が薄いんですけど、和江さんはパリに限らずヨーロッパのいろんな都市を何でしょう、転々としたかったっていう、全てに3カ所行かんとか、なんかそういうイメージがあったんですよね。あ、もうごめん、私それすっかり忘れてるけど、でも言ってたかもしんないね、そういうこと。なんかそういう思い込みなのか、そういうのが僕の中ではあってですね。だけど僕やっぱ慎重派で、これ恥ずかしながら海外旅行行ったことなかったんですよね、そのハネムーンまで。結構おじさんですよ、僕そういうなんか国際的に活動してるみたいなイメージでとある時期から見られちゃったんですけど、もう全然ですからね、ローカルもローカル、ローカルの引きこもりもいいとこみたいな、そういう感じですから、なんていうのか、いきなり未知のこと、だから僕いろんな都市にバン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 行くようなことって、お金の問題はさておき、こう素人が個人旅行でそんなノリでボンボン行くのって、これ大丈夫かなみたいな気持ちがあったのと、やっぱこの絵の世界、美術の世界にいたので、やっぱ美術としてはやっぱいろいろそのやっぱ時代時代にポイントっていろいろあるんですけど、今現在観光とかそういう文化資源をすごい持ってるっていう意味とか、エリアとしてはパリは結構抜けてる部分があるので、海外ヨーロッパでなんかすごいなんかあちこち行かずに、もうパリだけにもう集中してずっと居座ってたいな、でそれだったら僕も安心して行けるかなとかいいかなみたいな、僕のわがままみたいな部分が、はいはいはい、このなんていうのかな、ハネムーン旅行のそのどこに行くかっていう決め手のなんていうのかなの根っこにはちょっとなってたかなみたいなことがありまして、で、だからこそ普通ハネムーンって言ったらどこか1週間ぐらい、普通のカップルさんってやっぱり お休み取るの難しいと思うので、なんですよ、僕ら1ヶ月ぐらいね、なんかそういうこれ贅沢といえば贅沢かな、ですけどやっぱり自営業でも1ヶ月仕事止めるのすごい大変、人にもやるのかな、閑古鳥みたいな言ってる人もいるのかもしれんけど、僕らの場合やっぱ結婚できるのも2年かかりましたし、1ヶ月丸々なんかある程度仕事を止めてっていうのもありえないぐらい大変だったので、なんていうのか、贅沢っていうのがいい思いをさせてもらいましたけど、その前時点もちょっと大変だったなみたいな僕の中ではそういう記憶がね。前時点、その準備ってこと？そう、1ヶ月丸っとこの期間、このね、行けるようにするし、日本での仕事の隙間っていうのがね、やっぱ絶対ちょっと動いちゃいけない季節って割とあったりするので、いろいろあるた中、ようやく結婚2年後にそういう
パリっていうのは行けたかなみたいな、うんうん、あの記憶がねえ、なんかっていう記憶が僕そうだね、調節してくれ、うん、調整してくれたのはもうほぼサトシ君だったもんね。そうだったかな、そうだったかな、うん、じゃないかな、うん、ここですごいなんていうのかね、こういうおす皆様にもおすすめじゃないですけど、ちょっと情報がおすすめなのかな、まあ、こうパリに行きたい人に、パリで個人旅行をしたいっていう人にはちょっとおすすめかなっていうのがあって、僕らやっぱそういう癖が強いし、行きたいとこもあって、やりたいことも人と一緒に、ね、なんかそういう大人数の中であの嫌なので、嫌だったので、こうツアーで頼まず、もう個人旅行でっていう手配だったんですけど、これど素人でした。風邪さんも海外旅行初めてだったのかな。私は2回目でした。そうか、はい、インド、はい、だから、うん、はい、インドに行ったことがありました。あったんですけど、やっぱり20日間も全然知らない土地で、うん、宿から何から何まで手配するのって、しかもフランスって英語も通じないことって結構あるので、心配じゃないですか。で、やっぱそういう個人旅行を手配してくれるこのインターネット、あのウェブの業者さんいまして、ウェブトラベルさん、うんうん、ウェブトラベルの飯田さんっていう、あのこうヨーロッパエリアを専門にされた、そういう代理、あのこう手配代行してくれる個人旅行の手配代行っていう感じで、まあ、やってあのくださった方がいらっしゃいまして、すごく感謝してます。はい、ありがとうございました。飯田さん、ありがとうございます。で、なんかこの辺りもウェブトラベルっていうのやと出てきますし、僕らの名前で調べるとこのレポートのあのこういうこう使わせて、お礼のメッセージ、お礼のメッセージみたいなのがあったり、多分使っていただいてますね。しますので、うん、なんか完全にまあそなんかそういう個人旅行で行け、完全に完全かっていうとやっぱちょっと違う部分もあるんですけど、やっぱこうインターネットも普通にね使える、あのこういう便利なものも使えるのもあって、でちょうど当たった飯田さんもすごいあのこまめでいい人だったので、すごい本当に最高のこういうフランス旅行っていうのはパリ旅行をハネムーンを終えたっていうあの感じですね。で、まあ、ここから次のお話はあれかな、こうみんながあのこう大好きなお金の話で、費用どんだけかかったかなっていうのも、あの細かい資料まではちょっとうまく探せ、どっかにあるはずなんですけど、まとめるのも大変だったりいろいろあれなんですけど、なのでちょっとざっくりなんですけど、このフランスのハネムーン、僕がログを見る限りだとこれ40万かかってないですよね。本当に全部ひっくるめて、まるっとひっくるめて、確か22、3日間くらいだったと思うんだけど、40万かかってないくらい、かかってないんです。うん、なるほど。で、どうしても海外旅行っていうのはいろんなそういう為替のことから、あのこう現地の時価のことから、かなりいろんなものに振り回されるので、もちろん今コロナ状況ですから行くにも行けないですし、あの飛行機の値段も上がってたり、あんまり当てになるようで当てにならない情報かもしれないんですけど、タイミング良ければこう40万ぐらいの費用で割とね、なんか自由旅、ね、うん、楽しめるって。で、本当に厄介な手配はあのそういう専門の方にお任せしてっていうのがあのこれできましたね。ちなみにこの時期2017年の3月っていうのは、日本円とユーロの関係性でいうとユーロ高の時期、結構ユーロが高い時期だったので、なんだろうね、いい時期にあらかじめユーロ買ってたらもっと安くできたんだろうけどねっていうのもあったんですけど、あの時いくらくらいだって128円、いやもう135円とか、そんな高かった、すごい高かったんですよ、うん、そう高かったので、うん、まあでも総額としては40万なので、うん、あのまあなんかやっぱり特に海外旅行っていろんな事情で、ね、なんか不特定に振り回されるっていうのがね、煽り受けるので、うん、なかなかそういうショートカットの一番おいしいとこだけつまみ食いみたいなっていうのはできないと思うんですけど、まあそういう、まあ、40万ですから、これ日本で割と普通に生きてる人だったらね、その気になればねできる数字ですし、
まあそういうのを踏まえて、もしフランスパリ放浪の旅っていうのが自由な旅、興味ある人はじっくり聞いてもらえたらと思います。ちなみに、空港券、飛行機とホテルで16万ぐらいで、現地で使用したのがだいたい17万ぐらい、あとはもうパスポート鑑定の費用とか諸費とか、なんかその辺含めると、まあどこまで含めるか知らないですよ、だいたい40万ぐらい、45は行ってないです、どう見ても行ってないっていう感じの数字で。だけど全体的になんかそのパリの中のそういう施設行ったり美術館行ったりアクティビティをガン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 すごい贅沢三昧したっていう感じではないんですよね。もうあくまでも個人旅ですね。比較的足を使ってローカルな、もう現地の人がみんな使うような、ね、そういう乗り物とか、いろんなものを使ってっていうのが多かったの。まあ、そういう数字になります。ちなみになんですけど、先ほどちょっと話に出てたウェブトラベルさんの方に払った金額っていうのが、さっき話に出た航空券とホテルを手配してもらって、その金額プラス先方への手数料で16万っていう感じだったと思うんですけど、内訳としては確か航空券が往復で一人当たり、あれいくらだっけな、結構安かったんだよね。往復で4万いくらとか、4万台だったよね。3万ぐらいのありえない数字本当にありえない金額ですね。そう、もう私たちも、その飯田さんっていうコンシェルジュの方がどうやって取ったのかちょっとわからないんですけど、成田か羽田かちょっと成田から出てモスクワ経由してパリのシャルル・ド・ゴールっていうの往復航空券で一人4万台は相当破格なんじゃないのかなと思います、僕が聞いてる限りですと、もう早割り早く抑えてっていうことと、あとこのモスクワ経由ってことでロシア経由なので、アイロフロートなんです。アイロフロートは総じて安い会社なので、やっぱそこら辺の合わせ技かなっていう印象ですかね。あともう一つ思い出したんですけど、安い理由としてそれもありますし、やっぱさっきサトシさんの話の方にも出たんですけど、そのコンシェルジュの飯田さんがもうすごく仕事が丁寧な方で、私たちかなり早い段階で、そのご相談して予約もしてもらったんですけど、やっぱりその当日までの時間が結構間隔があったので、でその間の為替の変動の際に、その為替レート差ができた時に、航空券を予約した後の話だったんですけど、飯田さんの方が気を利かせてくれて、その、なんて言うんですかね、どっちが下がることになるのかな。ユーロがすごく安くなったタイミングを見計らって、もう手配した後なんですけど、すごい安くなったんで一回元の、予約をキャンセルして、できる航空券だったみたいなのでキャンセルして、その安い金額で取り直しますねっていうことも、そのもう先方の裁量でしてくださって、もうすごくありがたかったよね。すごいなって思って、しかもこの今言った40万のパックの中にその本当に謝礼も入ってますからね。本当にすごいありがたいっていうのかな。感謝なんですよね。ねえ、そうだね。で、航空券が2人でだいたい8万から9万弱くらいか、なので、実質23日分のホテル代が2人で7万円台ぐらいっていうことになるよね。そうですね。これもやっぱやっぱり探し方かな、情報とかいろいろ交渉力ってあると思うんですけど、僕らパリのとあるコロナホテルっていうご時世的にどうかなっていう感じなんですけど、仕方がない。パリの19区か7区ぐらいにあるカデっていう地下鉄の駅のすぐ近くにあるコロナホテルっていうところに泊まったんですけど、そこをベースキャンプにして、基本的に日帰りできるところを全部もう網羅するようにあちこち行きたいところに行ったっていう感じなんですけど、そういう、ずっとその一箇所にね泊まるから割引っていうような
あのそういうのもあったんだろうねっていう、ね、ちょっと実際のところは分からないんですけど、ちょっとやっぱ分からないんですけど、そういうのはあったかな。2人で7万ならまあ結構安いよね。28日くらいた、うん、泊まってね、日にち割りして同じような条件で探そうと思ってもやっぱ探せない。あ、本当それは全然探せない、うんうん、あとまだねこの2017年以降にそのパリ周りもちょっと物騒なことがあの前以上にちょっと最近増えてるので、うん、まあそれは皆さんご存知かと思うんですけど、うん、増えてるので値段もやっぱ上がってたりとかいろいろねちょっとやりづらくなってるっていうのはあって、うもうそうですね、やっぱりその日本のツアー会社に頼むと、うん、それこそね私たちなんか二十数日で、うん、まあトータルで40万ぐらいで行きましたけど、うん、ツアーで申し込むと多分下手したら1週間で40万とか普通にパリだと行くレベルだと思うので、うんうん、そうですね、ちょっと、うん、まあ今回多分そうですね、飯田さんがすごく、うん、まあ腕のあるというか、うんうん、すごい敏腕なコンシェルジュの方だったの で、下手したら個人で全部手配するよりも安く収まったんじゃないかなぐらいの金額なんですけど、本当にサービスバリューが本当にある方で、うんうん、なんで本当に感謝ですね、うんうん、そのまあ、国内海外限らずですけど、うん、ツアーももちろんすごく楽な部分もあるし楽しいですけど、うん、その節約っていう部分を考える方であれば、そうですね、今ネットでいろんな情報とかもありふれてますし、うんうん、その飛行機の乗り方、チケットの手配の仕方と今言った個人コンシェルジュさんのサービスもあるので、そういうのも使ってみると、うん、そのそうですね、普通のツアー金額だけ見て諦めてた人でも、あ、この金額だったら自分でも行けるかもしれないっていう手段は結構あると思いますので、うん、そうですね、旅行に関する、リーズナブルに旅行することができる方法をいろいろ調べて、そうですね、海外旅行や国内旅行を楽しんでいただければと思います、うん、本当にね、個人でなんかそういう選択肢自分でね組むの楽しいけどね、うんうん、ある程度のところもプロに任せた方がそのこう時間に対してのコスパっていうのは決して悪くないなっていうのは、ね、うんうん、間違いないね、それはあるあるだろうねってね、そうだね、うん、特に感じました、うんうん、航空券なんか取ったことない人からしたら、うん、したらもうなんか怖すぎてなんかよく分かんなくて取れないっていう部分もあるし、独自ルールがあって独自の読み方とかね、うん、海外のペイなんかそういう航空会社から取るって、うん、やっぱり英語体制ないとちょっと、うん、ちょっと難しいだろうし、うん、ね、なんか頻繁に海外行かれる方であれば、うん、もう自分で航空券の取り方、うん、覚えちゃった方が絶対いいと思うんですけど、うん、もう数年に1回程度の方であれば、うん、うん、そうですね、こういう個人コンシェルジュさんにその航空券とあとホテルかの手配だけ頼んで自分で行くっていうのも、うん、全然ありじゃないかなと思います、うんうん、